今日来た。トンネル昼バージョンと夜バージョンの夜バージョンが始まります。はい、始まります。何トンネルやったとか。小笠原トンネルかな。では、はい、夜はどんな感じですか。やっぱり雰囲気変わってます。うん、違うね。化けるね。失礼します。昼と比べてまず具体的にどんな風に違いますか。今もう夏、さあ、行きましょう。さあ、今何体ぐらいの幽霊に囲まれておりますかね。今僕らがこうやってこういうふうに隣ありますね。はい。今ここに何だろうな、まあ女の人がいるとしますこういうふうに。はい。こういうふうに足が張ります。多分スカート。うんうん。で腕がこういうふうにちょっと長めのこんな感じの人が。で髪の毛がこのぐらいの女性が真ん中にいます。こういうふうに。それは我々に来るなって、かっちゃんに来るなって言ってる。この辺りぐらいかな。ま、あ消えましたね今。今消えて上に上がりました。こういうふうに上に登ってきました。こういうふうにスーッと、うん、で横にこういうふうに反面にこういうふうに肩から出してこういうふうな、でこっちをこういうふうに見てる人がいる。こんな感じで別の人で、そうこういうふうに半分出して、そしてだいたいこの辺り、この辺り、はい、この辺りにこういうふうに顔がこういうふうにこちらをこういうふうに恨みそうにこういうふうに見てる感じ。あ、重力はちゃんとなんていうんですか、逆さまになってるわけではなく、そうこういうふうに髪の毛がちょっとこのぐらいかな、こういう感じで出てます。今こんな感じで今ところはいます。よろしく。ほんでこの人は今いません。消えました。はい、うん、ここが消えるって、うん、消えました。いや、その壁についてる2人はまだ残ってる感じ。これは今上に上がって消えました。こう今こういう状況です。はい。じゃあ突き進みましょう。さあ、そしてちょっと怖いのが、で結束して。はい。オーブンというものは映ってないですね。じゃあ行きましょう。第一のトンネルには冥道があったって言ってましたけど、冥道はまだ通り抜けてないから。冥道はこの辺だ、この辺だ、この辺だと思うんだけどな。ちょっと消してみて、写真で撮ってみる一回。冥道ってそもそも映るんですか。うん、この辺りだ。雰囲気が違う。あ、また変わる。なんで変わる。なんで触ってないでしょ。なんで
辛い曲になってきた。おっと、第1のトンネルで早く。今、トンネルがまたこういうふうにあります。今来ました、はい。ちょうど真ん中ぐらいですね。来たのが。はい。そして、霊道っぽいの感じるのが、こっちの壁。まあ、奥行きこういうふうにあって、穴がこういうふうにあるね。うん。トンネルは。そうですね。そう。そうすると、ここにこういうふうな感じから、こういう感じ。今僕らが立ってるとこが、これがかっちゃんです。はい。これがむいです。はい。そうそう、こんな感じで今あ。ちょうどこの目の前にある。目の前にちょうどこういうような感じでいる状況です。うん。うん、ちょうど目の前に霊道がある。そう。ここにね、ちょうどこう真下にこういうふうにある。絵が下手ですいません。遠近法を使ってみたけど、ちょうど斜めってる感じなんですね。そうだね。綺麗に横っているわけではない。そうそうそう。こんな感じで今なってます。やっぱ道なんだな、霊道ってだけあるって。うん、あ、良くないような気がするぞ。なあ、まあドンって音がしたやろ。行きましょう。オープンとか何もまだ何も映ってないというのが事実ですね。第一トンネルはさっき一の上に消えてった人と壁の二人以外にもいるんですか？こう幽霊したいの。レドガルドがいるか。あ、ここだ。何が？今、ごめんなさいね。今トンネルのもうほぼ出口になる。ほぼ出口になってる、こういうふうに。ね。はい。難しいか、これで行くと。トンネルがあります。はい。ほら、声聞こえない。今、この、この辺りに、今、こういうふうに、どういうふうに書くかな。男の人でこんな感じのちょっと顔の長くてこういうふうに笑った顔で写ってますその笑顔は有効的なのか挑発的なのかどっちか。いや、有効じゃないかな。でもさっき声聞こえた。後ろから聞こえた。ここに来てみて。なんかシャチみたいな、ソナーみたいなやり方してますね。あーって言って。あー。あー。あ。あ。あ。ソナーないよ。すげえ怖いんだけど。気持ち悪い。あ、今トンネルがあって、先ほどのな女性がまたここにこういうふうにまたこういうふうにそこにいます。ここら辺に。あ、またこれも上に消えた。行った。こういうふうに上が逃げ道なのか。ただな、みたいだな。それとも上に何か注意しろっていうことなのかかな。分からん。でもまあ悪い気はないから、まだ行けそうな。おう、うん、昼に比べたら有効的ですか。うん、まあ一回きり害がないと分かってくれたのかな。おい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 
はい、今出口、はい、もう出口ですね。ですけど、これあると今ここに手がこういうふうに超ほら、うん、今ここにこうやって今通り過ぎたんだけど、ここにムイ君がいて引っ張ろうという感覚でいたってやつだね。おっと、ムイに手を出してくるのか。弱い手だろ多分。まあということはでもカッちゃんで守れるということですよ。そういうことだね。カッちゃんを捕まおうとしてきたら、あ、やばいってなる。うん、だいぶ力使ったよな。珍しいですな。いくらお昼下見しなくても痛い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 。そうですな、一番まだ安全なところ。失礼します。お邪魔します。今赤いフラッシュやっぱ意外線いるな、ああいう今、赤いランプで今、カメラで赤いやつをやったんだけど、今、トンネルがあったときに、はい、ここに、どうだろう、こうやって帽子をかぶった少年の子がこういうふうに。あれ、子供の霊もいるんですか。短パン履いてたの、こういうふうに。こういう感じで。壁にこっそり隠れて見てる感じ。こんな感じで今赤いフラッシュで僕が見えたのはこんな感じ。おお。うん。あの辺り。この辺り。本当にすぐそばですな。うん。ちょっとやべえなこれ。ここちょっとやべえな。やべえな、どうしよう。これこの坊主ちょっとおかしいぞ。こんな子供でこんな容器みたいなの、出すなんてありえんもんな。今なんか緩くピンボケしましたけど。ピンボケした？電気消して。あ、ごめんなさい。あのね、うん、今すごい耳鳴りっていうか、なんかあの耳鳴りする？うん、してるんだけど、何これ？だろう。俺もものすげえ寒いんだ今。あの今、はい、トンネルの奥の方、もう出口に近いところに、はい、ここに悪霊、もうほぼ悪霊、ギャス、もう目がこうやって死んでるっていう、もうこんな感じで怖い顔して笑ってる人がこういうふうに今こんな感じで、そうそう立ってですね、こういうふうに。絵が下手ですいませんで、こっちに何か知らないけど、うん、この人変な、こういう変な武器みたいなものをこうやって持って、ああ、例えば多分包丁かな、ナタかな、こんな感じのナタみたいなやつ、斧なのか、ナタなのか、うん、これはちょっと僕ちょっと怖いので、ちょっと霊力上げます。はい、いきます。え、このムイが今耳鳴りしてるのはこれ何なの。いや、だな、時期治るでいい、まんまがちょっと、そばにおる。ああ、はい、離れるな、これまずいな。できる限り近く、こっちにいますね、うん、多分そばにおれば耳鳴り治るわ。ほんまや、治ったやろう。今ちょっと一回来たけど、うん、そんな
感じやら。さっきまでガンガン耳鳴りになってたんだけど。俺に離れた方がいい。これはちょっときついな。俺もきついな、今。やべえな。あのこれ帰る道も同じなんですけど、大丈夫ですか？きついな。ほんで、今、出口が見えますよね、あそこに。白い壁になった。はい、白いちょうど出口の、ここに、こういうふうに、ガン見、こんなふうに。ああ、目見開いて。ガン見して、もう口がこういうふうになると、こんな感じの、うわーっていうような。で、よだれを垂らしてます。おう、もう理性失っとるやないか。悪霊ですね、これも完全に。こんな感じになってます。すいません、絵が下手です。何度も言いますけど。じゃあ、ちょっと、レール、ちょっと上げまくるよ。ちょっと、これ写真撮れんぞ、俺。これはちょっと写真難しいぞ、撮るの。こんな非常に静かなとこは怖え。俺が一番怖え。このお経なんやて。さあ。おう。おう。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。このカメラの映し方がおかしいんだよ、これ。さあ、行こう。映っちゃった？映っちゃった？なんていうか、昼下見の時同様、一番ここがまだやばい感じですか。なんか薬出します。こっちを見張ってるっていう。うん、警戒をされてるんだよ。今日、はい。俺がいいって言うまで、ここで深呼吸して。吐いて。で、止めて。オッケー、出していいよ。僕はもうこれ以上行く勇気はありません。もっと。大丈夫？運転に支障ない？ない。腹減った。それはそう。ちょっと待って。うわ、動く。今のところ動くな。はい。目合わせるなよ。目合わせるな。じゃあ目通しとく。左見ていこう。左見ていこうか。左嘘でしょ。向こうは照らしながら。今日が。